お前誰やねん。俺は千利休じゃ。千利休？おう。お前のせいで。お前がおらんかったらうまいこと言っとったんや。あのね、一回ってね、何遍も何遍も殴ってるやないですか。ほら、見てくださいよ、ここ。いてて。なんか悪いことしたんか。見ろ。不合格。わざわざ読むな。ああ、もうやめてやめて、もう。あんたはええよな、やりたいことやれて。あはあ。茶道好きなんやろ。まあそうですね。お宅も好きなことやればいいんじゃないですか。あかんねん。は？ちっちゃい頃から親に言われたことだけやってきた。せやけど、あかんかった、うん、そんで、見捨てられた。まあ、見捨てられた言い張るんやったら、もうこれからは好きにしてはったらいいじゃないですか。たまには親に反抗せなあきませんよ。わしかてね、あの秀吉公、あの人にどんだけ反抗したか。あ、もうほんまにやめて、お茶もったいないから、もう。何をそんな派手なもんをお茶受けにしてるんですか。ほんまに茶道の基本分かってない人が多すぎる。あのアホの秀吉公もね、あんな金ピカの茶室作れやなんて言いやがって。ほんまにそういう性格やから説得命じられたのちゃうんか。
はあ、お前は秀吉の言うこと聞かんと自分のやりたいようにチェスばっか作り腐りやがって。なんやねん、わしの作品に文句あるっちゅうか。アビだかサビだか知らんけどな、わけわからん名前ばっかチャスツーとチャゾン。ふざけんなお前。おらはおらお前、お前やろいいやろ。おらお前これ書いたの君か。おう、なんや言うねん。こんな綺麗な字初めて見た。鮮やかな色とあえて空白を開ける美しさ、そしてこの金色が何より素晴らしい。派手なんもええやろ。これも食べてみ。食べてみ、うまいね。くさなんで、なんで、なんで赤いの。いや、そういうもんやねんって。なんて言う。でもピッツァ、ピザのピザ、まあピッツァ、ピザ食べへんのかい。お茶、まあええかも。まあお茶、お茶、じゃあはいはい。行ってもうた。さあ、俺の人生こんなもんじゃない。